久しぶりな感じがしますね。ここは一応石川県、はいね、石川県指定史跡旧福浦灯台という看板がそこにありまして、これがそうですね。そうですね、三宅さん、こちら、はい、明治9年に建てられた木造としては、うん、あ、そうだよね、はい、日本最古と言ってもいいと、そういう木造の灯台、はい、ということですね。で、こういう観光地には必ずつきもののこの灯台にまつわるキャラクターがこちらでございます。西野とあかりちゃんですこんにちは西野とあかりちゃん何でも名前になるもんですね。西野とあかりちゃんが柿を持ってる。柿、あ、柿ですね。ねえ、はい、柿有名なんですかね、この辺は。どうなんですか、どうですか ね。さあ、今日の地盤はですね、石川県志賀町、はい、の伊藤昭雄さんの地盤です。一つ目が絶景の岩門巡り。これ絶景ですけども岩門巡りじゃないですね。そうですね、ここではないです。じゃあまだここは違うと。なるほど、なんか岩の中行くまた行くじゃないですか2番目がうなますのかば焼き重。これはうな重とは違うんですか。まあうなますさんの、うなますさんのかば焼き重だから、そういうことですね。あ、うなますって名前か、はい。で、地盤の3がひんやり転がきもう分かんない全部ひらがなひんやり転がきね。お、自慢の表、分かりやすい世界一長いベンチ、はい、という4つの地盤でございます。面白いなあ。行きますか。じゃあ行きましょうか。まず岩門巡り。岩門巡り、はい、こっちも行くんですよ。戻ります。こっち行くしかないですよね、はい、こっち海になっちゃうんで。そうですね、岩門じゃないですもんね、はい、岩門巡り。東京生まれ東京育ち、そんな三宅さんが皆さんの自慢のふるさとを訪ねる旅へと出かけます。今回訪れたのは石川県志賀町。人口およそ1万9000人、能登半島のほぼ中央に位置し、江戸時代から明治にかけ日本海を行き交う北前船の寄港地として栄えた町です。そんな志賀町で今回は4つの自慢を巡ります。地元の人たちと触れ合うのんびり旅。自然豊かな美しい町で出会ったのは今に受け継がれる郷土の味。あの、知る人ぞ知る美味しさなんです。おお、うまいそして地元の食材を生かした驚きの名物。私がこうさらに旅の最後に三宅さんを待っていたのは、あ、いい感じ。うわー、すごい、いい感じだよ。胸躍る感動の絶景でした。それでは旅の始まりです。三宅裕司のふるさと探訪、こだわり田舎自慢。石川県志賀町の旅、一つ目の自慢は絶景の岩門巡り。絶景の岩門巡りですから、はい、まあ、海のこっちの壁にですね、穴がいっぱい、洞窟がね、ほう、そういうとこ行きましたよね、前ね。まあ見てますね、そういうのね、はい、で、巡りだから一つじゃないってこと、ね、なるほど、うん、岩門巡り、はい、ね、顔面だったら嫌だけどね灯台から車で走ることおよそ10分。岩門巡り、はい、これ駐車場ですね。そうです。じゃあ結構な観光地なのかな。ああ、いいじゃないですか。これはちょっと海を見てみましょう。
あのベンチのとこ行ってみますか。そうですね。どうなんですか。おう、ここはなんか名前がついてるんですかね。綺麗な場所ですよね。綺麗な場所っていうことでね僕が名付け親になっちゃった、綺麗な場所。あそこへ行けば相当すごいんでしょうね。まあここからの海全体の景色ですよね。はい、で、三宅さん、実はこちらの、こちらの方と待ち合わせをしておりまして。こちらの方がいるんだ。はい、はあ、なのでちょっと行きましょうか。行きますか。はい、その岩門巡りの方ですね。ということで担当者の方との待ち合わせ場所へ。ところが、遊覧船本日欠航。はい、欠航じゃないですか、遊覧船は。なんかそれだけ荒れてるってことですか。そうですね。こんないい天気なのに。実は今回遊覧船に乗り岩門巡りをするのが自慢だったんですが、なんとこの日はまさかの欠航。あ、おはようございます。北にさん、おはようございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ふるさと探訪という番組で来ました、はい、三宅でございます。どうも。この伊藤さんという方が自慢の最初に絶景の岩門巡りと、はい、いうことで、はい、それを見に来ました。はい、で遊覧船なんですが非常に天気がいいんですけど、ちょっと波が高いんで今日は船は大丈夫です。波は強いですから。あ、そうですか残念ながら。そうですか。ちょっと無理して出しても、まあ、まあそれは無理しちゃいけませんよね。はい、もしね、なんかあれなんで。はい、遊覧船がなくても岩門巡りはできるんですか。そうですね、ずっと岩門の方散策できるようになってますんで。あ、そうですか。はい、それは海の方からも本当は見えるということですか。そうですね、船で、まあ、岩門の方から、まあ、陸をこうずっと縫うように走るんですけ ど、まあ、ダメな場合は陸の方からも方からずっと見 る、 と、はい、見れるようになってますということですね。はい、こちらが乗るはずだった遊覧船。天候さえ良ければ日本海の荒波に浸食されてできた奇岩や断崖が続く能登金剛と呼ばれる景勝地をおよそ20分かけ船から楽しむことができるんです。残念ながら三宅さん、遊覧船には乗ることはできませんでしたが、自慢の岩門を陸から見てみることに。まあ岩門って一体何なんだろうっていうのをね、まだ僕は知らないまま行くわけですけど。はい。なんかこんな。そうですね。まあこんなこんなこ、ね、まあ大きなホラーなみたいな感じですよね。よね、はい、まあ詳しいことはあんま聞かない方がいいのかな。はい、まあそうですね。この後行ってみましょう。で見てみて大体その後聞いた方がいいですもんね。そうですね。はい。この後いよいよ岩門へ。ホラー穴の先に待っていた景色とは。おお、すごい。三宅裕司のふるさと探訪、石川県志賀町の旅。一つ目の自慢、絶景の岩門とはどんな場所なんでしょうか。わあ、すごい。ここからも景色が非常に。ここから始まるわけですね。そうですね。正面のあの高い、海から突き出てる岩が鷹の巣岩。昔鷹が巣を作っていた岩。あ、そうなんですか。はい。本当にあったかどうかわかんないですけどね。はい、そうなんですか。でもかなり昔ってことですね。そうですね。あったとしたらね、はい、だいぶ昔の話でしょうけどね。あ、これをまた絵に描いてる人がいる。これはかの有名な広重さん。あ、そうなんですか。はい、なんですよ。すごいじゃないですか。能登の方を結構描いたみたいで、はい、この絵もあるんですね。はい、あ、
サスペンスドラマロケ地本当だ結構断崖絶壁で使うんですよ ね、はい、最後あの追い詰めたところでねですよね犯人をね年に1回2回ぐらいは必ずあそうですか、うん、ロケありますね、はい、あ結構波ありますねやっぱり本当ですね、はい、うわーすごいなあ本当だあの岩が隠れちゃうんだもんなこちらも綺麗な廃材のたくさんあ本当ですねあのお父さんもガンモンの生き字引みたい人なんでおそうなんですよこんにちはふるさと田んぼという番組なんですこんにちはうわ綺麗なおっぱいありますね、三宅さんですねあそうです、書いてあるからあ書いてあるね俺もまだ大丈夫かと思ったら書いてあったなんかこちらがですねおここから3キロほど行きますと、向いてきますと桜貝って貝が上がる砂浜があるんですマスオマブラ貝岸と言いましてそこで取った貝を当店はこういうアクセサリーを作ってイヤリングとかはいちょっとちょっと、はい、それピアスですほら綺麗ですよピアス綺麗でしょこれ天然の貝なんですね天然の貝の2枚貝を剥がしていろいろ作っていますはあじゃあ奥さんに一つどうぞ綺麗な奥さんにのと言ったら変なじいさんがいてお前に土産くれたぞって言ってくださいねいいんですかこれいや本当にあんた若く見えるの急にいただいちゃって急にいただいてもいいですよすいませんね全国で放送してくださいいやすいませんじゃあもっとどんどん触れていこうかなもうどうせ言ってこられた今からですどうぞどうぞどうぞいただきます、はいはい、すいませんお邪魔しました、はい、突然ありがとうございます、はい、ガンモンですよねえお父さん、はい、面白いですね結構面白いお父さんねえ、はい、お客さん楽しいでしょうね、もう口から出まかせなんで本当洞窟の方こちらじゃあ行きましょうか、はい、じゃあ行きましょうこちらから洞窟の方頭気をつけてくださいね、はい、あまだ早いいやこういうのってワクワクしていいですねそうですねなんかちょっと子供の頃に帰るような、うんあんまり楽ないんですよね。すぐそこで終わりなんですけど。ああ、それで遠くから波の音が聞こえるのがいいですね。はい。よくこういうところでコウモリが行ったりするんですよね。そうですね。もうちょっと長いとコウモリもいそうなんですけど。ああ、波の音がすごい。はい。この辺で気をつけてください、ね。おお。あらららら。あ、これはすごい。あ、出たら洞窟を出るとこれっていいですね。はい、おっと、お、すごい。これすごいじゃないですか。で、ここはガモンの、まあ、洞窟なんですけど、ここに遊覧船が入ってくる。ここ入るんですか？はい。通り抜けはできないですけどね。はい。あ、ちょっとこっちからこう入ってでバックで出るんですけど、はい、あの道の方行ってみますか。そうですね、あちらの方から行きます。もうちょっとこの岩門の奥が見える。あ、ちょうどここからここまで来れば、はい、全てが見えるようになってます。おお、いいですね。で、この人とよくあのパンフレットとかに載ってる写真ですよね。なんか朝日とか夕日とかあそこから見えるんですかね。あ、そうですね。ここは夕日がちょうど沈むんで、あそこに夕日が沈んだら綺麗でしょうね。そうですね。夕日が沈むときは非常にね綺麗ですけどね、うん。はい。でもこういう遊覧船が入ってくるってすごいですね。そうですよね、はい、うん、もうベテランの方じゃないと。船長の腕の見せ所ですね、はい、こちらが自慢の岩門。幅6メートル、高さ15メートル、奥行き60メートルにも及ぶ大きな洞門です。遊覧船に乗ると
岩門の穴の途中まで壁ギリギリのところを船が進むため、大迫力の景観をすぐ目の前で感じることができます。長い年月をかけ自然が作り出した芸術、美しい景色に心癒されました。どうもありがとうございました。いえ、こちらこそどうも。いや、久しぶりに気持ちよかったです。あの天気は良かったんで、雨降らなかったんでね、はい、よかったと思います。はい、はい、そして次にですね、はい、行きたいのはですね、はい、2番目の地盤がうなますの蒲焼き重。はい、うなますに行きたいんですけども。はい、同じ鹿町ですよね、お店。そうなんですか。はい、はい、まあ、これは見た通りのものを想像していけばいいですね。そうですね、まあ、見てのお楽しみっていうことで。見てのお楽しみ、いいかなと思いますね。もうね、相当腹ペコですよ。あ、じゃあ今結構運動しましたからね。歩きましたもんね。はい、どうも本当にありがとうございました。こちらこそどうもありがとうございました。どうも。じゃあ次来るときは船でぜひ。あ、次回はね。はい、本当ですよ。この後もまだまだ続く鹿町の旅。これいいや。一体どんな出会いが待っているのでしょうか。三宅裕司のふるさと探訪、石川県鹿町の旅。二つ目の自慢、うなますの蒲焼き重を目指します。これはもうそのままでしょ。まあ、あのうなますってぐらいだから、見てのお楽しみって言ってましたよね。見てのお楽しみっていうのはね、何なんだ。うなますの蒲焼き重、どう考えたって他に考えようがないよね。蒲、はい、焼き重、蒲、あれ待てよ、普通はうな重か、蒲焼き重。おお、ここに何か。でもうなますだからな、楽しみですね。そうですね、お腹も空いてきたので。じゃあ本当ですよ、だから10だからご飯ありますよね、きっとね。わーわー、ちょっとわーじゃなくてなんだいこれ。車で走ることおよそ20分、やってきたのは町の中心地。さあ、うなますの蒲焼き重。はい、腹ペコですよ。どこですか。こちらになりますんで。こっちですね。時間的にはもうかなり昼過ぎちゃってますもんね。そうですね。よし、なんか商店街とかそういうんじゃないんですね。そうですね。ああ、そこにある。あ、これじゃない。あれ、じゃあここ。はい、うなます、こちらのお店になります。やりました。いや、良さそうな感じですよ。あら、この絵がもううなですよ、うな。ご連絡はしてあるので。してあるので、はい、いいじゃん、入っちゃっていいですね。はい、失礼します。こんにちは。ふるさと探訪という番組で来ました、三宅です。もうこの地元の人がですね、自慢でうなますの蒲焼き重っていうの、はい、ぜひこれを食べなさいという、ありがとうございます、ことなんですよ。はい、もう腹ペコですしね。嬉しいですよ。じゃあ早速作らせていただきます。よろしくお願いします。少々お待ちください。はい、ありがとうございます。もう早いですね。もう腹減ってるから早いですね。もうすぐにね。ありがとうございます。さてさて、自慢のうなますさんの蒲焼き重とは一体どんなものなんでしょうか。お、はい、ございます。いいですね、うなますの蒲焼き重。はい、こちらございますね。いただきます。ぜひお召し上がりください。はい、さあ、私がこう
これうなぎじゃないですよね。そうなんです、ええ、うちは代々このうなぎ、まあ、父の代から扱ってまして、あそこにだって絵が描いてありますよ。そうです、そうです、うなぎの絵のそうなんですね、あの鹿町盛り上げるために、まあ、自家製のこのうなぎのタレと、うん、で地元のこの豚っていうものを使いまして、ちょっと考案してみました。ということはうなぎよりももうちょっとお安くできるっていうことですね。そうですね、今うなぎもお高いんで、そうですね、豚肉の方が安価で、でもタレは秘伝のタレですからね。もうそうですね。こちらが自慢のうなますさんのかば焼き重。一見うなぎにも見えますが、実は豚肉を使ったかば焼き。創業50年、うなぎを扱うお店が地元の食材を使い、何か面白いものができないかと考え生み出した名物。豚肉は地元産のブランド豚、のと豚を使用。味の決め手となるタレは、創業以来継ぎ足しのタレを豚肉用にブレンド。そしてまるでうな重のように盛り付けて完成。気になるお味は。さあ、腹ペコだからまずサラダをつなげる。いや、これはでも絶対美味しいの想像できますよ。あのうなぎのタレに豚肉ですからね。よっ、うん、なるほど。うん、あ、豚肉自体の味がいいですね。うん、これすごいタレがたっぷりかかってるんですけど、はい、もっと味が濃いかと思ったら全然そんなことないです。へー、うん、こちらのかば焼き重、実は豚肉をうなぎのように見せるため、肉の切り方にある工夫が。あ、うなぎに見せるために、はい、ちょっと斜めに切ってあるんですね。そうですよね、うん、ここが斜めと。あ、本当だ、断面が。うん、ちょっとご飯の上に乗ってる時うなぎっぽいんですよ。なるほど、うん、実際のお肉を見せていただくと、豚バラ肉のバラの部分なんですけど、この脂美味しいんでしょうね。このバラの部分を大きいのありましたら、こう真ん中で観音開きで一回開いて一回切り落とすんですね。本来ならば豚バラはこういう形なんですよ。こういう形。豚肉の開きっていうのは初めて見ましたね。そうなんです、うなぎの開き同様ですね。ね、はい、それをあのこの背の脂の部分で、ね、本当だ、ギリギリで切り落とさないで。あ、なるほど。で開くと。店主のこだわりが生んだ豚肉の開き、うなぎに見せるための努力の賜物です。うなますさんのかば焼き重、ユニークで美味しい自慢をありがとうございました。どうもごちそうさまでした。ありがとうございます。カメラ回ってましたけどね、はい、マジ食いですよ、マジ食い。ありがとうございます。おい、バカ、美味しくて完璧に全部食べました。もったいないお言葉です。ちょっとあの、見てくださいね、はい、ご飯粒一個もついてませんから。で、次の自慢がですね、はい、ひんやりころがきっていうのがあるんですが、はい、これって何だろうみたいなね。実は鹿町は昔から、はい、この干し柿ですね、干し柿の産地なんですね。やっぱりそうですよね、はい、干し柿も美味しいですよね、はい、それでひんやりころがきはちょっとまだピンとこないんですが、昔からこの里山街道のこの通りに沿った、はい、これころがきちゃんいますけど、これころがきちゃん。この山手の方はあの軒並みそうやって冬の名物といいますか、ほうほうほう、あのオレンジのカーテンのように吊るしとるこの農家さんいっぱいありますので、
どこかにそのお店があると思います。そこでそーっと行って食べればいいですね。はい。ダメだ。ダメですよ。だからあの工夫を凝らしてそういう、ね、生産者さんもおいでると思いますんで。はい、あ、なるほど。はい。これやれていいですか。はい、どうぞ。ヨランカイネシカの里ということで。ヨランカイネシカの里。はい。いやー、腹ペラちゃったな。はい。みんな腹ペコなんですよ、今。うち結構優越感あるんですよ。どうもごちそうさまでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。行ってきます。お気をつけて。どうも。はい、行ってらっしゃいませ。はい。この後は、干し柿の産地で見つけた絶品グルメが登場。うまい。じゃあこのお三方が渋垣隊ってことですか。そうですそうです。三宅裕司のふるさと探訪、石川県志賀町の旅。三つ目の自慢、ひんやりころがきとはどんなものなんでしょう。ちゃんとうまくできてますね今回は。あら、いい景色を見て、はい、蒲焼きでお腹いっぱいにして、はい、それとフルーツでデザートということで、はい、ひんやりころがき、はい、ね、やっぱりその柿でしたね。そうですね、干し柿が有名だって言ってましたね。ね、はい、前にもどっかでその家にこうね、はい、吊るし柿、吊るし柿のとこ行きましたね。今回はひんやりころがきだから、はい、この季節だからひんやりしてるということですかね。まあちょっとこれも楽しみにしていただいて。ひんやりがつくのは浦松さんから車で走ることおよそ10分。着いたんですけどね、もうお腹いっぱいで眠いんですよ。ひんやりころがき、はい、ね、デザートです。三宅さん、こちらこれはなんかいい感じじゃないですかね、はい、倉垣という地区になります。ひんやりころがきでしょ。地区名が倉垣。この地名が倉垣、はい、でこの先に細川さんという方がいらっしゃるので、あの柿農家さんなんで。あ、そう、歌ってる。今細川隆の歌を歌おうと思ったらね、何も出てこなかった。きたの、あ、これでよかったな。細川さんちったって俺分かんないからね。はい、大丈夫です。あ、鍵すごい、あの2階、はい、ああ、あちらがあの細川さんの、あ、細川、はい、作業場になりますんで。わあ、すごいね、いい色だね。どうも。あれでも何、え、あちらここ行けばいいんですか。作業場の方にいらっしゃるので。こんにちは。あら、こんにちは。どうも、ふるさと探訪の三宅です。はいはい。今後のね、はい、番組に来た、はい、この伊藤さんの自慢の中にひんやりころがき、ありがとうございます。こちらにひんやりころがきあるでしょうか。あります。あれ、今あそこ何やってるんですか。あの今皮むきの作業やってます。あ、いいですか、見て、はい、どうぞどうぞ。 あれ、これ干す前に皮むくんでした。そうです、柿畑って萌えでね、熟したやつを、要するにそういうことで機械で剥くんですけれど。あ、それでこれで角を取ってるんですね。そうそうそう、綺麗にこういう仕上がったらこういう干し柿になるように、やっぱりこれですよね、丁寧に丁寧に。もうすでに美味しそうですね、この柿が。今は食べてみます。渋い。渋い。そうですか。じゃあこのお三方が渋垣隊ってことですか。そうです。そうです。なるほど、振り返った。はい、そうです。細川さんは4代続く柿農家さん。毎年11月頃になると干し柿作りが始まるんだそうです。2階にある干し場を見せていただくことに。おお、綺麗ですね。ね、紐で縛ってたのを、ここで、これが2つ1組になってこうなってるんですね。そう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 、平立てなしっていう柿ですね。
平たい種がない、ね、ここで種が入ってない、平たくて種がないので平種なし。コロガキとはこの地方の呼び名で、実は干し柿のこと。細川さんのところでは2、3週間柿を干して熟成させた後、冷凍庫でさらに1ヶ月ほど凍らせて熟成。こうして出来上がるのが自慢のひんやりコロガキなんだそうです。あの、知る人ぞ知る美味しさなんです。冷凍にして食べていただく、その歯触りっていうんですか、ジェラード風が。そうなんですか。そうです。これだからあれですね、それだけ知る人ぞ知る美味しいものなんですね。そうです。それ商品名がもうひんやりコロガキって言うんですか。そうです。はあ、自慢のひんやりコロガキ、早速いただきましょう。大丈夫ですか。これは、はい、これは切ったやつです。これはじゃあ何て言えばいいですか。これもひんやりコロガキ。そう、これがひんやりコロガキなんです。ああ、なるほど、はい、じゃあ撮影させてもらうところですね。はい、どうぞ。これがひんやりコロガキで、うん、これはもう切ったやつですね、はい。いやー、ひんやりしてますよ。こちらが自慢のひんやりコロガキ。一体どんなお味なんでしょうね。それじゃあひんやりコロガキの切ってあるやつを食べればいいですね。はい、どうぞ。こりゃ楽しみだ。これうまそう。さっきのね、話を聞いてますからね、相当手間がかかってますから。はい、はい、いただきます。おー、うまい。甘い。柿 100% の美味しさです。これ全部柿の甘みですもんね。そうです。うまい。あのね、シャーベットじゃないですね。そうです。もっとそんなシャキシャキしてないですから。ジェラート。もっと柿の凝縮した感じの。うまいなこれ。これはどっちかというとなんか洋風にもなりますよね。ワインとも合います。ワインとも合います。合います。用途も合います。ありがとうございます。これはちょっとね、美味しそうですね。本当に見た目から、だいたいほらお砂糖を使って甘くしてないから。そうです。で、体にもいいでしょうしね。そうですね、うん、あの柿自体はものすごく昔からあの体にいいとされてますからね。ビタミン C の分とかカロティンとか、ことわざに柿が赤くなると医者が青くなる。 ありましたね、それね。宮城さん、俺結構食べるね。気に入ってますね。いや、美味しいです。ハマるんです、これは。だってほら、しつこい甘さじゃないから。でもものすごい甘いんですよ。でも全然残らないでサラッとしてる。そうです。これはうまいわ。ありがとうございます。冬の名物である干し柿を一年中食べられるように、およそ20年前細川さんが試行錯誤の末開発したひんやりコロガキ。ほんのり溶け始めた半解凍の状態で食べるのがおすすめなんだそうです。コロガキの里で見つけた絶品スイーツ、まさに自慢通りの美味しさでした。いや、ひんやりコロガキ知らなかったです。ありがとうございます。めちゃくちゃ美味しかったです。覚えていてください。これどうすればいいんですか。あの、頼むにはどっか送ってくれるんですか。ええ、あの直接うちへ注文していただくか、ええ、あの東京やったらちょっと販売してないもんですから直接です。そうですか。じゃあ直接ですね、はい、分かりました、はい、それで次の自慢のとこ行きたいんですけども、はい、次がですね、はい、世界一長いベンチ。はいはい、知ってますか。知ってます。あの旧の富町です。あの鹿町は旧の鹿町と旧の町村合併で合併しちゃったんです。はい、時町、旧の時町に行けばこの世界一長いベンチがある。あります。今日は天気いいですから。そうですね。じゃあ
行ってきます。瀬ヶ石長井ベンチ、どうぞ。本当にごちそうさまでした。ありがとうございました。またお入りください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。どうもご苦労様です。失礼します。はい、いやいやいいデザートでしたね。よし、これで腹いっぱいになってデザート食べたんだから、あとベンチで寝ればいいんだ。ね、よくできてるわ。世界一長いベンチで。世界一長いベンチで、はい、じゃあちょっと向かいましょう。はい、では最後の自慢、世界一長いベンチに向かいましょう。この番組ね、世界一ってのは何個かありましたね。ありました。今までもブランコがありましたね。ありましたね、世界一のブランコ、はい、今回はベンチですからね。ベンチ、長いベンチ、長さですからね、はい、相当長いんでしょうね。そうですね。でこれがまた海沿いにありますので、これ海沿いにあるってことはちょうど夕日の時間になりますか。いやどうですかね、ちょっとそれは狙いたいですね。なんかそうするとラインナップすごかったよ今日、はい、ね、世界一長いベンチ、はい、楽しみです。車で走ることおよそ30分。よし、さあ世界一長いトンネル。違うベンチ、ベンチ、しかもですね夕日の時間にぴったりというこの番組ではあってはならないこと。あってはならないではないです。あの階段かな。そうですね。だね。あれなんか興奮してるの俺だけ？そんなことないです。いやもうね今夕日太陽が見えなくなってる。あの土手の向こう側ですからね。階段上がるとどれぐらいの感じになってるか。そうですね。今日の日の入りが。まあ5時ちょっと手前。そうですね、4時40分。そして今が4時5分。もうちょっとゆっくり歩くか。ねえ、いやいやちょっと待って、夕日じゃなくてこれなんだよ。世界一長いベンチ 460.9m。 ちょっと待ってよ。おお、だから 100m 走が 1,2,3,4 つ。長いよ。なかなかですよ。4つとあとね半分ぐらいあるわけだから、それがどういうふうに見えるのかだよね。いやいや、よいしょよいしょ。ん？お太陽がその木の向こうだ。お、いい感じ。うわーすごい。いい感じだよ。この後は世界一長いベンチと夕日のコラボレーション。よいしょ。おお。三宅裕司のふるさと探訪、石川県志賀町の旅。最後の自慢、世界一長いベンチを目指しやってきたのは日没間近の海岸。お、いい感じ。うわあすごい。いい感じだよ。おほほほほ、あれあれあれ、これはもうね、こっちからこう、うわベンチがあそこまである。うわすごい。こちらがマスホガ浦海岸にある自慢の世界一長いベンチ。地元の木材を使った全長460.9m の長いベンチです。よいしょ。うわこれは良いね。あれということはそこがベンチの端だ。そうですね。あ、分かってみますか。はい、
そこがベンチの一番端ですね。なるほど。あそこはね。よいしょ。もう夕日もすごいですが、このベンチもう先っぽ見えないもん。一番向こうは昭和62年に完成した世界一長いベンチ。日本海に沈む美しい夕日を楽しんでほしいという地元住民の思いを受け、延べ800人以上のボランティアの手によって作られました。目の前に広がる美しい絶景、これで自慢の世界一長いベンチ、はい、で実はですね、はい、あのどうやら今抜かれてしまいまして、あ、今世界一じゃなくなっちゃった、はい、ただ名前は世界一長いベンチなので、お、はい、でも今ここから見ると三宅さんの左手の方が世界一長いベンチ、ベンチ、それで右手の方が絶景の夕日。これ最高の場所です。素晴らしい。美しい夕日が見られる世界一長いベンチ、旅の最後を締めくくる最高の絶景でした。さあというわけでずっと回ってまいりました石川県志賀町。いやー、よかったですね。最初の絶景の岩門巡り、これはもうあの登ったり降りたりが大変でしたけどもね、あの穴の開いた岩とかがね、絶景でしたね。そしてうなますのかば焼き重、腹ペコだったんですよ。それで開けた途端豚肉だったんですけどもね、このタレが美味しくてですね、もうペロッと全部食べました。そしてひんやり転がき、もう手間暇かけた柿のデザートですよ。いや、美味しかったですね。これ注文したいくらいですね。そして最後の世界一長いベンチ、この夕焼けの中、夕日の中エンディングを迎えるという、どうしたんでしょう。今日のふるさと田んぼ、全てがあまりにうまくいきすぎて、え、最終回ですか。本当に。というわけで回ってまいりました石川県志賀町。もう景色も味も、そして本当に素敵な人たちばかりでした。次回はどんな素敵な旅が待ってるんでしょうか。あなたのふるさとに行ってみたいな、あなたの心にある景色を見たいの、あなたのふるさとを。日本海が広がる石川県志賀町の旅、工夫を凝らした名物を味わい、自然が生んだ神秘に感動、お腹も心も満たされた旅となりました。